将来か。ただいま。見て見て、今日まかないが余ったから持って帰っていいって。儲かっちゃったね。なあアクア、言いたくないけどさ。何？ぶっちゃけ俺は魔王討伐なんて無理だと思うようになっている。いいか、俺には物語に出てくる主人公みたいなすごい力なんてなかった。魔王軍と戦うのは先に送り込まれた強力な能力だの装備だのをもらった連中がやればいいんじゃないか。そんなんじゃ私帰れないじゃない。そんなセリフは、もっとこう女神として勇者を導いたり、勇者が一人前になるまで魔王を封印して時間を稼いだりしてから言え。この宴会芸しか取り柄のないごくつぶしが。というわけだから、何か手軽にできて儲かる商売でも考えろ。あとお前の最後の取り柄の回復魔法をとっとと俺に教えろよ。いやー、回復魔法だけは嫌よ。私の存在意義を奪わないでよ。私がいるんだからいいじゃない。カズマは結構えげつない攻撃力がありますから、遠慮なく本音をぶちまけると大概の女性は泣きますよ。ストレスが溜まっているのなら、代わりに私を口汚く罵ってくれても構わないぞ。あ、ひどいよ。こいつ。